民主主義、市民が主人の土地、大韓民国。降伏以来、韓国の歴史はまさに民主化運動の歴史でした。みんなで築き上げてきた民主社会、より大きな成長と飛躍を目指し、今民主化運動記念事業会が動いています。1970年11月、トンデムンピョンファ市場に上がった炎。1987年6月、全国に響き渡った歓声。2008年、ソウル広場の人波。民主主義の実現にたゆまず努力してきた精神を受け継ぎ、発展させるため、民主化運動記念事業会は誕生しました。民主主義発展の確固たる礎になろうと、資料の収集や教育、研究に続き、国民統合のための民主化運動記念館の建立まで、一足先に未来に備えています。民主化運動記念事業会は、韓国の現代史を書いてきた計り知れない足跡を記憶しています。民主化運動記念事業会は、約60年間の民主化過程に関するたくさんの記録資料を収集、保存しています。国内外からの民主化運動関連寄贈資料80万点を資料管理システムに登録、管理しており、誰にでも時代の息吹を感じてもらえるよう、容易にアクセスできるサービスを提供しています。民主社会を生み出した時代の遺産と中にこもった精神まで保存するのが私たちのミッションです。民主主義は共に歩むことを知っているからこそ、市民の参加によるさまざまな記念行事を設け、民主化運動の志を継いでいます。情熱や献身で実現した私たちの民主主義をみんなで記憶し、実際に感じてみる祝祭の中で、民主化運動の精神はより広くまで、より多くの人々に発信されています。市民参加によるさまざまなプロジェクトなど、民主化運動を身近なところで感じてもらえるよう取り組んでいます。どんな文化や国であっても、どんな違いがあっても、そこには常に人間の基本的な権利があります。そしてその権利の中に民主主義があります。民主化運動記念事業会は、民主主義の発展、人権の伸長、平和の実現を考える人々と手を組んで幅広い活動を展開しています。世界各地でまだ苦しむ人々を守るためには、お互いが出会いのチャンスをより頻繁に作り、近くまで協力しなければなりません。一つになった人類が共有すべき価値、それが民主主義です。私たちは人間を育てるのが民主主義を育てることだと信じています。民主化運動記念事業会は、民主化運動の歴史を理解してもらい、正しい民主意識を持てるよう市民教育を多数行っています。抽象的な民主主義ではなく、肌で感じられる民主主義と出会えます。教育資料の開発や教師研修プログラムなど、民主化運動の精神をみんなで発展させていきます。新年、民主化運動記念事業会は、韓国社会がより良い民主主義に向かっていくことを信じています。韓国の民主化運動は、時代の変化に伴って絶え間なく進歩してきました。民主化運動記念事業会は、その変化の足跡を調査研究し、より良い民主主義、より良い民主社会の構築に貢献していきたいと思います。関連書籍の出版や国内外での学術シンポジウムの開催などで得た成果を共有し、
研究者や団体とのネットワーク作りなど、民主主義研究の基盤を強固にしています。次の世代へ渡す民主主義の青写真、民主化運動記念事業会がその青写真を描いていきます。苦難の歴史を記憶している場所、これから叶えていく夢に向かう空間、民主化運動記念事業会は民主化運動記念館を設立すると同時に、民主主義を学ぶ場として世界市民と一つになる国際民主センターを立ち上げます。市民の間で記憶と小冊、疎通と連帯の場所に位置づけられ、民主社会の未来を切り開いていく基盤になることを目指します。民主運動記念사업회의민주주의에관련된자료의수집은한국의민주주의의수준과함께하며동시에밝은미래를준비하는밑거름이될것입니다민주화운동기념사업회에서진행하고있는청소년사회참여발표대회나교사연수와같은각종교육사업들그리고만들어진교육콘텐츠들이학교현장에서민주시민교육을담당하고있는교사들에게큰도움이되고있습니다민주주의라는개념이조금추상적이었는데요프로그램들을참여하면서민주주의가어떤것인지좀느낄수있었고요이제는제삶속에서민주주의를스스로찾고싶습니다온백성이모두내가이나라의주인이라는자각을가지고민주주의를이루어갈때에그나라는참으로아름다운민주국가가되고온세계의모범이되는그런나라가될수있다고생각합니다민주화운동기념事業会は過去と現在を通して未来を見ています。私たちの情熱と参加で書かれた民主化運動の歴史、その精神と経験を発信共有し、今日より明るい明日を作っていきます。次の世代が生きていく民主社会、民主化運動記念事業会が市民と共に築いていきます。